はい、どうも。ですね、おそらくですね、統一教会の信者が、僕は統一教会の話してるじゃないですか。統一教会の信者の人がですね、なんかね、ネットの動画化とかですね、生放送を見てですね、特定するとかいうのがですね、商売になるとか言ってて、おそらくですね、僕の特定とかを信者さんがすると思うんですよ。で、言っときますよ。僕のことをですね、まあ、一疑う時間があったら、統一教会と文鮮明のことを100疑ってください。興味あるでしょ？統一教会のこと。この人の住所どこなのかなってね、そうだな。1分考えるんだったら、なんで私この統一教会に入って、毎月毎年 お金払ってるんだろう。文鮮明ってどんな人なんだろう。統一教会ってどんな宗教なんだろうみたいなね。なんで私たちがお金払って、上の人たちが何贅沢な暮らししてるとかね。なんで菅鶴子が韓国に白いお家かなんか建てるのに、全員は200万ぐらい払えよって言われてるのは払わにゃいかんみたいなのをですね、僕のことを特定する時間があったらですね、そちらの方をですね、僕の方を1分特定するんだったら、統一教会のことをですね、100分調べてください。割合だったら僕は別に調べていただいて構わないので。ということで、なんかね、さっきふとですね、僕のことも特定されて、なんか嫌がらせされたら嫌だなと思ったんでね、こんなのを撮ってみました。ブルってんじゃねえよ、みたいな。ね、その辺考えると西村博之偉いね。じゃ、かかってこいって感じじゃないと思うけどね、僕はこんなこと喋ってますけど、統一教会の方は僕に興味持たないでねって多分思ってると思うんですけどね。はい、以上です。